テレ朝チャンネルは株式会社テレビ朝日が運営する CS デジタル放送向けの専門チャンネルである。過去にテレビ朝日や BS 朝日お及び全国各地の系列局で放送された各種テレビ番組を総合的に編成放送している。現在はドラマバラエティアニメ等が中心のテレ朝チャンネル1と報道番組 情報番組の時差放送やスポーツ中継が中心のテレ朝チャンネル2の2チャンネルで構成されている。朝日新聞や系列新聞の日刊スポーツには各チャンネルの番組表が毎日掲載されている。なお、テレ朝チャンネル2が2013年3月末に解消されるまで放送されていた朝日ニュースターについては同記事を参照のこと。2002年6月に ファボリ TV の名称でスカイパーフェクト TV に似て放送を開始した。ファボリストはフランス語でお気に入りという意味である。2004年3月1日スカイパーフェクト TV で放送を開始し、両衛星放送サービスにて放送を実施することになったが、この際チャンネル名をテレ朝チャンネルに解消、番組編成も一部変更した。また2004年4月1日からは、 ケーブルテレビでも放送を始めた。2008年10月1日、スカパー。HD にてハイビジョン放送を開始に伴い、受信機表示アイコン。TV 朝日チャンネルから CH に変更2010年1月27日、スカパー。E2 での画角情報を4、3から16、9のワイドサイズに変更。2012年2月10日、スカパー。 E 2の衛星機関放送事業者である CS1 店が総務省から統計110度 CS 放送の衛星機関放送業務の認定が適当と認められる。2012年4月1日より朝日ニュースターの事業主体が衛星チャンネルからテレビ朝日に移行されるため一部の情報、トーク、スポーツ番組は朝日ニュースターへ移行する。2012年7月1日 スカパー E2 では CH303 から CH298 に移行しハイビジョン画質による放送開始。チャンネル名をテレ朝チャンネル HD に変更。またスカパー E2 では気象警報、地震情報、津波警報、注意報のデータ放送と一部番組で字幕放送を実施する。2013年4月1日より テレビ朝日の CS 放送チャンネルのブランドをテレ朝チャンネルに統合。2014年4月1日よりテレ朝チャンネルにニューススポーツのチャンネル名をテレ朝チャンネルにニュース、情報、スポーツに変更。合わせてスカバーでのジャンルをニュースから総合エンターテイメントに変更。またスカバーでは1.2の2チャンネルセット契約のみとなった。その他、録画において ダビング銃を廃止し、コピーワンスに変更された。2016年12月1日より、スカパー。プレミアムサービスの衛星一般放送事業者が、スカパーブロードキャスティングから、スカパーエンターテイメントに変更。2018年秋にスカパーにおいて、帯域の再編が行われ、チャンネル1にともに、HD 放送は維持するものの、 スロット数が16から12に削減。2021年4月1日より、チャンネル1、2の名称をテレ朝チャンネル1、テレ朝チャンネル2に変更。ケーブルテレビでの放送当初のケーブルテレビ向けの放送はコストの高いリマックス方式を用いないと提供できず、JCOM をはじめとする一部のケーブルテレビ局でしか視聴できなかった。しかし二千六年四月一日には、 アイヒッツで2007年4月1日の JC ヒッツでも配信を開始したため視聴可能世帯が増加した。また、ハイビジョン放送の配信を JDS で2008年11月1日より JC ヒッツで2012年4月1日より開始した。なお、JCOM のうち旧 JCN 加盟局への配信は2014年6月からようやく実施されている。 2007年10月より午前4時を起点とする24時間放送を行っている。それまでは午前4から6時を常設の放送休止としていた。2006年4月に放送事業者が変更されてからはテレビ朝日系列の番組やオリジナル番組が大幅に増えた。その反面番組数が増えたためにタイムテーブルが入り組み、 定時から始まる番組は非常に少ない。また、サッカーなどのスポーツ中継により番組の変更、休止、繰り下げも多かった。しかし2012年4月より、朝日ニュースターがテレビ朝日の直営となったことで、スポーツ中継は、鉄子の部屋などとともに同局に移行、放送時間が変更するケースは減少している。系列局の朝日放送テレビの番組も、 放送しているが、同局制作の一部の番組は、同局系列のスカイ A で放送される。また、2006年4月の、ドラバラ、鈴井の巣を皮切りに北海道テレビ制作の番組も放送されるようになった。目、テレ制作番組は、姉妹チャンネルのエンタメテレシネドラバラエティで放送されることが多い。オリジナル番組の特徴として、ダチョリブレや、世界征服。 竹山塾に代表されるように、不定期に休止期間を挟みながら放送していく、シーズン性のものが多い点が挙げられる。逆に、上田チャンネルのように継続して新作が制作される、番組はむしろ少数である。また、毎年、子供らが長期の休校期間に入る時期、あるいは、ゴールデンウィークや祝日などは、日中の時間帯を中心に、 テレビ朝日が関与するアニメーションや特撮映画作品を集中的に放送しており、特に夏休みに実施する東映、東映チャンネルファミリー劇場との提携による3、チャンネル連合企画、スーパーヒーローマックスと題したキャンペーンは、過去の仮面ライダーシリーズとスーパー戦隊シリーズを代々的に特集し、それらの映画作品や現在放送されている、 テレビ作品のキャッチアップ放送などの企画を展開している。この他、主に春休みやゴールデンウィーク、秋に新作映画が公開される、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、プリキュアシリーズのテレビ作品、映画作品などの集中放送も行っていたりする。アニメ新鋭アニメシアター新鋭動画が制作したアニメ作品を放送。同社はテレビ朝日の連結子会社であるため、 本放送時は、多系列で放送された作品も放送されたことがある。かつては、全体の1、3以上の時間帯を占めていた。2006年4月の改編で縮小したものの、現在も午前中を中心に毎日放送されている。また、番組の冒頭では、放送当時のオリジナリティを尊重して放送するという、胸の静止画が表示される。原則として、 スペシャル版は放送されないため、作品によっては物語展開に混乱が生じる。例として、クレヨンしんちゃんでは、野原ひまわりの誕生の経緯を描いたエピソードが当初に放送されず、長らくレギュラー放送版で初登場とされていた。後に、しんちゃんはスペシャル版を不定期に放送するようになり、該当するエピソードも放送された。また、 次回予告などの本編以外のコーナーも基本的にカットされるほか、藤子藤尾作品を中心にタイトルクレジットが再編集されることもある。番組編成の都合でいずれかの番組枠が休止となる場合、つなぎ番組として新鋭アニメ傑作戦が組まれる。また、編成の都合で休止となる他ジャンルの番組の振り替えとして放送される場合もある。 2017年に毎週月曜17時に放送されていた悪魔くんが2017年2月に第12話で打ち切られた。その他、テレビ朝日系列で放送された人気作品を編成。主に、東映アニメーション制作作品も多く放送される。一部多局系列で放送された作品も放送される。過去に放送した作品特撮スーパー戦隊シリーズや、 スーパー戦隊 V シネマ、仮面ライダーシリーズの歴代作品を放送。2005年からは、東映チャンネルやファミリー劇場と共に、スーパーヒーローマックスと題した合同企画を行っている。映画ドラマ国内ドラマ海外ドラマ刑事ドラマ木曜、ミステリー時代劇以下の作品は、時代劇専門チャンネルでも放送されたものも含む。金曜ナイトドラマ土曜ワイド劇場情報過去には、 食と旅のフーディーズ TV や J ドキュメント750などで放送された番組も放送していたチャンネルオリジナル番組テレビ朝日系列音楽チャンネルオリジナルテレビ朝日系列バラエティチャンネルオリジナル番組テレビ朝日系列北海道テレビ放送制作その他トークスポーツ2012年までは AFC チャンピオンズリーグなどのサッカー AFC の生 録画中継を放送していたが、翌2013年からは、テレ朝チャンネル2に移行している。プロ野球中継や、プロボクシング中継は放送したことがない。ニュース、報道日に番組番組案内長年、テレ朝チャンネルガイドの名称で放送していたが、2013年4月1日より、ワンナビという番組名で放送されている。いずれの番組も10分間で、無料放送。なお、 編成の都合上30分ほど時間が余った場合にも複数回流れる。フィラーなお2006年6月頃までは前日のミュージックガレージやキングレコード所属のアーティストのミュージックビデオを流して対応していた。また不定期であるがクロスプログラムの GO、GO、GO ちゃんが放送される場合がある。テレビショッピング2012年4月1日に テレビ朝日の直営となってから1年間は従来からのニュース専門チャンネルとして放送されていた。直営化により朝日新聞東京本社制作の番組が姿を消したが、その代わりにテレビ朝日の報道、情報番組の自差放送やスポーツ中継の強化、旧テレ朝チャンネルから移行、または2チャンネル揃って放送される共用、ドキュメンタリートーク番組などが編成されるようになった。 2013年4月1日をもってチャンネル名をテレ朝チャンネルにニューススポーツに解消2014年4月1日よりテレ朝チャンネルにニュース情報スポーツに再変更したこの2度目のチャンネル変更になってからこれまでテレ朝 CH1 のみでしか放送されなかったドラマの放送も行われているニュース報道特記しないものは テレビ朝日での放送後に遅れて放送されている。教養、ドキュメンタリー民間放送教育協会加盟局、制作スポーツドラマ土曜ワイド劇場アニメ番組、案内。ありがとうございます。